Thank you.
るぞ。そこにおるのか。ああ、その声、いや、まさかな。御神、我が名は野上伊之助、平田家の老頭だった。どうかそこのあばら屋の老婆の様子見てやってくれぬか。私の母なのだが狂ってしまい、もはや誰が誰だか分かっておらぬ。おお、伊之助か、せがれよ。若様を見なかったかな。なんじゃ、黙ってしもうて。腹でも痛いかの。そなたは昔から腹を下しやすかったな。まあよい、せがれよ。この鈴をそなたに託そう。若様のことを案じ作った守り鈴じゃ。この守り鈴を仏様にお供えしておくれ。ご供養いかがかね。供養、さよう。死者たちのご冥福のため品を売っておる。見たところあんたも随分と殺しておるな。ご供養していきなされよ。死者があるところまた供養衆あり、カラスどもと同じことじゃて。どこへ行こうとご供養を欠かさぬようにの。
れも平田のものだ。弔ってやらねば、クロウ様。エマド、平田から逃れてきたもの、他には。もうほとんど残っておりません。そうですか。すまぬ、流人を狙う者は絶えぬ。平田の者たちを私が巻き込んでしまった。おんや、見覚えのある顔だ。ああ、忍びの旦那だ。いや、あの世以来ですね。あの世とは何だ。え、旦那、覚えてねえんですか。ああ。へえ、なるほど、覚えてねえと。なあ旦那、あっしはあんたに会ったことがある。その頃は賊をやってやした。それから足を洗って物売りを始めたんでさ。が、銭がない。銭がないから品もない。そこで旦那、あっしにちーとばかし銭を用立てていただけやせんか。それを元手に旦那にもきっと役立つ品を仕入れやす。それからおまけにあの世のこと話して差し上げましょう。どうです、悪い話じゃねえでしょう。ゼニだ。旦那、ありがてえ。話してくれ。ああ、もちろんでさ。あの世、あっしらは平田の屋敷に押し入りやした。平田はご存知の通り、アシナの分家、ちんけな野党なんざ普通は返り討ちです。けど先だっての戦の折だ、若い侍はほとんど出払ってたんでさ、そこを狙って押し入りやして、そんで火をつけ奪った。その最中でさ、旦那と会ったのは。旦那は何かを探してた、そんな風に見えやしたね。あっしが知ってるのはそんなもんでさ。そうか。ああ、あの世もちょうどそんな顔してやした。今も何かをお探しで。ねえ旦那、お代さえいただけりゃ他にも知りたいことをお教えできるかもしれやせん。ぜひ情報を買ってください。情報を買おう。お買い上げありがとうございやす。ああ、なんたって旦那は忍びでさ、忍びの道具の情報を教えて差し上げやしょう。頼む。あっし、すげえ勢いで火が出る筒を見かけたことがありやす。平田屋敷の押し入りの時、あっしの仲間がぶんどったもんです。ボーボーてな調子ですげえ勢いで火を吹いてやしたよ。火の出る筒が平田屋敷に。覚えておこう。いただいた銭を元手に品を仕入れてきやす。旦那、楽しみにしていただいた旦那。赤鬼め、縛るだけでは不安じゃのう。戦の前に我らが襲われてはしょうもないわ。いざとなれば火を使うしかあるまい。赤目は火を恐れる、そういうお達しじゃ。お達しね、変わっちまったな、アシナの戦も。
目覚めたようじゃな。因果よの。なかなかに死にきれぬようじゃ。目をつぶり、鈴の声を聞いてやるといい。その鈴の音が呼び覚ますじゃろう。眠っちまってるお前さんの古い記憶を。何があった？賊どもが平田屋敷に巫女様を急ぐのじゃ。今は幾年だ？何をおかしな。教えてくれ。流星の詣での年であろう。流線詣で三年前か。どういうことだ。武士殿は古い記憶と言った。何も覚えてはおらぬが、これは過去ということか。
Dada! Dada!